録音久しぶりにしたけど、ちょっと目が乾燥する。まあ、いっか。行ってきます。そこは名古屋の温泉って言って、結構なんだろうな、お寺とかなんか商店街とかがある街なんですけど、今日は小学校からの同級生の友達と会って、ちょっと大須になんか韓国のような結構おしゃれなカフェがあるみたいなので、ここに行ってみようと思います。りっちゃん友達今日すごい可愛いじゃん。なんかいつも可愛いけど今日も可愛いじゃん。ありがとう。お飲み物だと人気なのがバニララテと黒ごまラテが人気の商品になってまして、私普通のラテのサイズのラテでありがとうございます。私、あとで飲んでみて。ラテのアイスで、あ、ご一緒ですね。何でしたっけ、おすすめ。黒ごまラテとバニララテ、うん、え、お兄さんはどっちがおすすめですか。甘いのが好きだったらバニラなんですけど、はいはい、見た目写真とか撮られる方とかだったら、はい、結構黒ごまの、あ、じゃあ黒ごまのせいのアイスもください。ありがとうございます。あ、おいしい。あ、ラテにそんな違いないよね。あるから。あ、おいしい。ほら、みっちゃん黒ごまラテ飲んでみる。いいよ、黒ごまじゃないです。え、言ってよ。言ってよ、一緒に飲もうと思ったのに。すごいな、お腹ちゃぼちゃぼちゃぼちゃ。え、お腹ちゃぼちゃぼちゃ。いや、なんかせっかく来たし、ちょっとおすすめ飲んでみようと思って。あ、すごい黒ごまの味。これ何、黒ごまと何かぶる。ラテの上に黒ごまのペーパー。あー、うん、カフェラテの上に黒ごまのペーパー。そのまま今言ったまんまじゃん。美味しいけど、ちょっと頼みすぎだった。カップかわいい。牛柄。牛かな、これ。お風呂場とかじゃない。カビ。違う違う。ねえ、なんでそういうこと言うの。お風呂場のなんかタイルみたいな。かわいい。なんか食べかけかわいくない。かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。かわいいや。ちょっと食べ過ぎちゃって、もうかわいくない。かわいい食べ方が、ただのカメカメになった。ツリー。ツリーといい感じだよ。ほら。私、おいしい。うん、なんかこの色がかわいい。ネイルにしたらかわいい、うん、すごいね、白い。ここで撮るとなんかさ、でもあれだね、漏れるね。え、漏れるね。ここ漏れてる、うん、なんか美術館みたいな、うん、こういう部屋にしたい。こういう部屋にしたい、うん、何もない。ミニマリスト、うん、無理だよ。なんで、え、なんでこういう部屋にできなくない。てかここでさ、おしゃれな写真ってどうやって撮ればいいんだろう。若い子に聞いてみた。え、若い子に聞いてみた。あそこ可愛くない。こういう時はインスタでここのタグを検索するの。あ、そうするともうなんかスポットが出てくる。上手な子たちが
history. Are we meant to be? Or is it all a lie? Read between the lines and the... このコートかわいいねって言ったコートの上でここコーヒーを回してるのめっちゃ怖いですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本物の、そう聞いてて、私も、はい、レジやってた時に、めっちゃ声がかよちゃんに似てる人だなとは思ったんですけど、そんなことはないだろうと思って、僕はそんなことありました、絶対ありえないと思ったんですけど、ビラの可愛いスタッフさんたち、ありがとうございました。私のこと気づいてくれたの、ありがとうございます。サンタさん、なんかこのお店、ここクロワッサン、クロッフル、お願いします。ありがとうございます。お店の中かわいい。あ、早いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。これな、普通のクロワッサンと何が違うんですか。あ、クロワッサンがワッフルの型にギュッとなってます。そうですね。面白い。いただきます。ありがとうございます。うん。うん。サクサク。すごいバターがね、すごいいい香り。サクサクで美味しい。すごいサクサクだよ。うん、うん、すごいサクサクじゃない。はちみつがさ、この間に挟まってる。いっぱい兄さんとふさん最近めっちゃ食べてる。食べてるよ。うん、はちみつがいっぱい入ってるとこ美味しい。美味しかった。ご飯食べに行く？いや、何食べる？鍋？鍋？鍋こっちだ。なんかさ、23歳ぐらいの時のノリでさ、こうやって会ってるけどさ、実際32歳。そのノリで会ってない。あ、本当？気づいてた。私はちゃんと自覚してた。大丈夫。なんかさ、やっぱさ、昔の同級生とかさ、時が止まる感じがすごいしてるよね。若返りすぎじゃない？山盛り。最初からそのつもりだった。わあ、これ強い。これは鶏肉つみれです。はい。これはエビラーです。あとはさっきつみれ係やるわ。え、大丈夫？え？大丈夫？これぐらい大丈夫だよ。何の心配？つみれってこうだよね。え？任せてよ、大丈夫だって。そうでしょ、美味しく食べたいもん。なんかさ、もっとつみれっぽくする。そう、作るの。ここの竹でこう。あ、すみれ、これなんですか。先生が作ったつみれ。これこれ、これ何？でもこっちうまくできる。ランパンみたいになってる。ねえ、やめて、そういうので例えるの。美味しそう。お箸の持ち方絶対言われるもん。うん、クルーサム美味しい。ダダ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 ダ
ちなの？ルルルルルルルバラ？バラかな。このエチリンも買いたいな。どれ？白とか可愛い。白はね、もう飾ってるの。じゃあピンクにしようかな。だからピンクの花瓶なの。じゃあかわいい。ありがとう。いや今日は一日なんかやりたいこと全部できた。え、いきなり？バイバーイ。バイバーイ。